こんにちは。ということでね、山ちゃんライブいつやるののコーナーコーナーコーナーに参加行ってね、TikTok のライブはね、ライブやりますって言って、こそっと未明にね、夜中にやって以来、まだ一回もやってないですね。はい、そういうことでね、TikTok の、フォロワーの数、人数が1000人にいたってことでね、ありがとうございます。ね、はい、なんかね、TikTok のライブとかね、TikTok フォロワー数ありがとうとかってね、YouTube で言うのってどうなのさ。なんか違うんじゃないかなって気してきたぞ、おい。でもね、ライブなんですけども、まあ、いつでもライブはできるので、とりあえず、TikTok のショート動画ももっと作りたいし、今僕はね、TikTok のショート動画もっと作りたいのと、あと YouTube のね、チャンネルの、あとは、YouTube の動画もね、もっとたくさん作りたいので、あと、まあ、YouTube はそうですね、ショート動画もちょっと作りたいですね、たくさんね。それでね、僕の知り合いとかだと、YouTube はやってるけども、TikTok はやってないよっていう人の方が、まあ、多いかなっていうね。だけど、TikTok やってるけども、YouTube は見ないよっていう人はいないってことで、TikTok に上げてる動画も、何らかの形でね、ショート動画にしてあげるなり、まあね、TikTok とね、YouTube と僕の動画ね、TikTok と YouTube 両方見てくれる方にはちょっとね、内容をちょっとダブってしまえってね、あれなんですけども、はい、でそれで、ね、一応ね、ライブの方は未定だっていうことでね、ちょっと TikTok のショート動画ももっともっと作りたいし、 YouTube の動画はね、メイン動画、メイン本編っていうかね、10分そこそこの動画なるべく僕もね、20分の動画は作りたくないのね。20分ってさ、なんかさ、タイトルが面白い、僕も結構 YouTube 見るんだけど、タイトルが面白そうでも20分ってあったらなんかクリックする気になれないでしょ。そんなことない、人による内容によるね、そうだよね、でもどうしてもね、喋ってるとね、20分になりそうなのもねあったりなんかしちゃったりしてね、そうですね、そういうことでね、まあ、とりあえず TikTok のライブはね、とりあえずはちょっと未定ってことでしておいてください。その代わりこういう動画として山ちゃんライブいつやるの のコーナーをね、近況報告ということで、ね、ちょいちょいこういう動画を出していくってことで、ね、あと YouTube あれだよね、YouTube ってさ、よくサムネイル大事って言うじゃないですか。でもサムネイルってそんな大事ですかね。タイトルはすごい大事だと思いますよ、タイトルはね、中には釣りのタイトルとかね。だけどサムネイルは逆になんか損してる人もいるよね。ね、タイトル面白そうと思ってもさ、なんかね、サムネイルが変な人だったらなんかねクリックする気にならないもんね。ちょっとそうですね、TikTok のアカウントね、TikTok の動画見てほしいから、TikTok インストールしてね、アカウント作ってっていうのもね、例えばその僕がね、友達にさ、ミクシー始めたからマユミクになってって言われたらさ、ってなるからさだから共有はしないのでね、なるべくね、そうだね、TikTok の動画も YouTube に持ってきて、みんなが、ね、TikTok で上げてる動画も見れるようにはしたいと思ってて、あと、そうですね、TikTok のアカウントを作ってまでは、そこまでは共有したいとは思わないのでね、はい。でね、そういうことでね、またね、こういう形で、ライブ、山ちゃんライブ、いつやるのっていうタイトルでね、チェクシャが近況の報告動画をね、上げていこうと思ってますのでね、TikTok のライブの方はちょっと見てたっていうことで、ちょっと、ね、少々お待ちくださいませ、ね、ということでねよろしくお願いしますね、はい、ね、懐かしいね、ミクシー懐かしい。でもね、ミクシーこの前久しぶりにログインしてみたけど、結構機能とかも充実してて使いすぎやすそうでしたよ流行りなんだよね、要はね、流行りっていうか雰囲気っていうかね、雰囲気で流行ってね、やっぱり僕だって動画配信するツールは他にもあるんでしょうけども、やっぱりね、人気あるやつで配信したいもんね。ね、
ということでね、またね、近況報告するのにね、山ちゃんライブ1やるのっていう動画をまた出しますのでね、またその時はね、よろしくお願いします。ということで、またねー、またね。イェイイェイ。